安藤信正は、江戸時代後期の大名、道の区国岩木平藩五代藩主。かには、十四に下、自重、長戸守、津島守、津島守系安藤家十代。幕末には年より、ついで老中を務めた。文政2年11月25日、岩木平藩四代藩主、安藤信義の着難として、岩木平藩江戸藩邸にて誕生。母は、 大河内松平信明の娘。幼名は金の進む。後に金之助。玄福寺の署名は信行。老中在職中に、新行、さらに信正へ改名している。天保六年三月十五日、十一大将軍、徳川家成に、おまみする。同年十二月十六日、樹後した伊勢守に助任する。後に、長戸守、津島守と改める。 硬貨4年8月2日、父の死により、家督を継ぐ。硬貨5年1月23日、総社番に就任する。安政5年8月2日、自社奉行家役を経て、大老良い,い直助の下で若年寄りとなる。安政7年には、老中となるが、直後の桜田門外の変で、直助が暗殺される。信正は、右予局折を経て、事態を収拾した後に、 直おに罷免されていた、久世広金を老中に再任させ、以後この二人が幕政を事実上取り仕切る最高権力者となった。信ぶは、安政の大国を起こした、伊伊直おの強行路線を否定し、恩恵政策を取ることで、懲罰関係を深めていこうと考えた。文久二年には、直おの後を継いで、彦根藩主となった、伊伊直則に、 防府の責任を取らせる形で十万国を憲法させている。信政の後部合体策の一つが、公明天皇の妹、和宮の十四代将軍、徳川家持への効果の実現であった。長州藩士、長井雅久の公開演略策を承認したのも、後部合体の一環であった。また、この頃になると、日本国内では、上位論の功用など、 正常不安からアメリカ公使館、通訳ヘンリー・ヒュース県殺害事件などの問題が起こっていたが、当時はアメリカが南北戦争で日本に介入できなかったこともあって、ノブマサは無難にこれを処理することに成功した。また、諸外国と条約を結んだことから問題となっていた、金貨流出問題や物価高騰問題などに対しても防止政策を行うなど、 幕末の政局安定化に努めた。文久2年1月15日、和宮高下問題によって反爆感情を抱いていた、尊能上位派のミトロウ氏の襲撃を受け、背中に負傷したが一命は取りやめた。しかもその直後、包帯姿でイギリスの講師ラザフォードオールコックと会見している。この時、オールコックは負傷しながらも、幕府の権力者として、 意地を見せる信政の姿に感嘆したという。しかし、一部の幕閣から背中に傷を受けるというのは武士の風上にも受けぬと非難の声が上がる。その上、女性問題やアメリカのタウンゼント・ハリスとの収賄問題などが周囲から囁かれ、4月11日に老中を罷免され、ためかい詰めかくへの敬遠を余儀なくされた。その後、隠居、禁止を命じられ、 所領のうちに満国を原報された。あと、長男、新民が継いだが、翌文旧3年8月10日に指揮をしたため、老いの信武を次の藩主に選んだ。大政奉還を経て慶応4年に、明治政府が発足すると、若年の信武に代わって、本領での藩政を指揮した。奥上越列藩同盟に加わり、新政府軍と戦ったが敗れ、居城の岩木平城は落城した。 信政も降伏、禁慎を余儀なくされた。その後、明治2年9月10日に英知居の処分が解かれた。明治4年10月8日に死去した。去年52。法名は、県徳院伝修、誉れ田正言覚王大古寺。墓所は、福島県岩木市平五丹野町の川島山、奈良岸院両善寺。日付イコール旧暦。ありがとうございます。